アートだからね。ルイハン、何がルイハンなの。だから取り調べ行かねえよ、行かねえよって。今日もとある女性に被害届が出されているネタで責められ、一夜にして白髪になった下痢の佐野さん。南警察目つけられてるからな。呼んで。お前らの時に守ってもらった、その後で俺のこと脅迫で南警察パクってんだよ。おい、ブッシュマン。ブッシュマンは確信に迫った。守ってねえだろ。俺は訴えてないのに、向こうは俺のことを訴えたから、脅迫された。人ん家の玄関穴開けといて脅迫されたで訴えて通るのかなと思ったけど。びっくりしたけど、意地張ってないよ、普通に話してんだよ。もう俺は誰とも絡みたくないから。お、知らねえ間に600人近く来てんじゃん。ありがとうございます、ありがとうございます。なぜか視聴者数が爆上がりし、機嫌を取り戻す白髪な佐野さん。佐野ちゃんの配信気に入ってくれた人は、逮捕ネタを気に入った人にアピールしだしたシワイ佐野さん。あと茶枠いただける人はよろしくお願いします。ジェスチャーで多額の富を要求する厄寄せ教祖な佐野さん。ちゃんまんが茶箱って、いや、せっかくなって591人も来てんだぜ。珍しいぜ、俺が500人台に行くのは。こうやって普通の雑談しててよ。埋設暴行容疑に関する普通の雑談をしていた陽気な佐野さん。まずねえぜ、もう600行くで。これどんどん視聴数が伸びる、伸びまくる佐野さん。うん、おーちゃんありがとう、ナムル。人妻坊ちゃんも呼び水のアイテムを投げ、流れを変えていく一攫千金を狙う佐野さん。おっと、600ありがとう。どんどん視聴数が上がる佐野さんにお祝いの投げ銭が飛ぶ。久しぶりに600超えたな。ホクソ M、おばあちゃんな佐野さん。なんか俺、面白い話したかなと思って。ビジュアルを気にしだした佐野さん。ドヤ顔の佐野さん。ありがとうございます。おすすめから来た人ありがとうございます。ありがとうございます。おすすめ規制が解けたガセネタを信じ、昭和なリアクションで挨拶するビジュアル系な佐野さん。おすすめ乗ってんのかどうか俺は分かんないですけど、乗ってないと思いますけどね。言葉遣いも変えていく豊かな老後気取りな佐野さん。いや、このレンズにして正解だわ。めっちゃ遠くも近くも。新調した老眼鏡を絶賛する佐野さん。これからはもう12月はね、飲みには出ません。まあ、せいぜい坊ちゃんと。初見には厳しい坊ちゃんとの会話を楽しむ、せっかくのチャンスが生かせない佐野さん。こないださ、坊ちゃんと探したとこあんじゃん。中華だとチンジャオロースかな。あとね、トマトと卵とキクラゲの炒め物、あとイカとセロリの炒め物、オイスターソース炒め、ピーマンやセロリなど揉みつかれしそうなものが大好きな歯が8本の佐野さん。鶏肉とカシューナッツって来るじゃん。俺さ、歯がねえからカシューナッツ食えねえんだよ。歯茎から血が出るから。ふざけたら歯茎に刺さる歯が8本の佐野さん。好み分かれるよね、チャーハンでね。食に正気を見出した佐野さんは、元大衆酒場総料理長として佐野ならではの視点で語っていく。ご飯は平皿に持ってきてくださいって言えば持ってきてくれるから、そこへチンジャオロースザーって流したり、
マーボーでもいいんだね、それマーボー丼になるから。何でも丼物にして流し込む男飯な佐野さん。レバー刺し大体、じゃあレバーが出てきて、もう焼いてくださいねって一応は従業員に言われるんだけど、って言って生で食っちゃえよ、あなた店知ったことないからな。ゴーちゃん、俺は豚のレバーも生で食える男だからね。しまいには砂肝も生で食えるからね。俺はそれ放送でやってるからね、全部。砂肝よ、薄くスライスしてよ、生姜醤油で食ったもん。そんなの食えるよ。もうよお前何ビビってんだよ。あと豚のレバーもよ、スーパーで買ってきてよ、こんなの豚の方がうまいでって言うよりよ、ゴリゴリだぜ。やったら病院送りになると思っとけ。俺は意外とそこはタフだけど、でも俺がさ、最近は行ってねえけど、馬専門店の馬のタンのビーフシチューはめちゃうめえ。あれ、馬の牛タンビーフシチューに、馬専門店で提供される馬の牛タンビーフシチューを絶賛する神秘的な佐野さん。焼いた肉は苦手なんですか？そんなことねえよ。臓物を生で揉んで飲むイメージが定着した歯が8本の佐野さん。焼いた肉で言ったら、豚肉だったら豚生姜焼きとか好き。シンプルに豚肉と玉ねぎだけで生姜焼きやってくれるのが好き。もうね、他の具材いらない。一般的な豚の生姜焼きを熱く語る佐野さん。もうイメージで、でちょっとオイスターソースで炒めてくれて。オイスターソースで炒めると豚のオイスター炒めになってしまう。かき狂いな佐野さん。余計なことしなくていいよみたいな。オイスターソースがかなり余計なことな佐野さん。ああ、最近キャベセンな、うん、無理から略して通を気取る下痢の佐野さん。生姜焼きも地方によって味違うのかな。例えば九州は甘めな醤油じゃん、東北地方は辛めじゃん、で名古屋は名古屋で味噌系じゃん。ああ、関東は濃い口、関西は薄口。視聴数が増え続け、食の話に奮起するも佐野は適当すぎた。あ、でもね、豚じゃなくて牛生姜焼きもうまいよ。もう牛ロースの生姜焼きも。佐野は、鈴木を創作した。すき焼きみたいにしてうまいでや。だって牛丼がうまいんだから。お前食ったことないだろ。どうだろう、どういうと牛の方がうまいかもしんないよ。わかんないけどな。まあコースは上がるかもしんないけど。醤油、酒、みりん、生姜、まあ、ニンニクは入れなくてもいいけど、あと、オイスターソース入れて、炒めればいいんじゃない？佐野の思考は、オイスターソースに侵されていた。オイスターソースは絶対に、入れた方がいい。と、俺は思うけどね。佐野は、オイスターソースに忠誠を誓っていた。あと絶対にごま油入れちゃいけない。佐野はごま油を恨んでいた。みんなさ、ごま中いるじゃん。佐野はオイスターソース中だった。今餃子って酢胡椒になってんだ。もう飽きてんだよごま油の味に。佐野はラー油とごま油を混同していた。酢胡椒になってない。おお、700いったな。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。幸せおじさんです。しかし
閲覧数が大幅に上がるバグが報じられた。バグも何もねえじゃん、俺の数字がこれ物語ってんね。配信者はここを信じないでどこを信じたらいいんですかね。外部サイトのチクランとかあんなゴミサイトを信じるんですかね。だからダメなんだ。